西暦5012年、機械生命体の圧倒的戦力を前に文明は崩壊。人類は月への配送を余儀なくされた。機械生命体に対抗すべく、人類はアンドロイド部隊ヨルハを発足。その一員である戦闘型アンドロイド 2B、 偵察型アンドロイド 9S、 2人は地球奪還をかけ熾烈な戦いに身を投じていく。機械生命体とアンドロイド、血の通わない者たちの戦いの末に待ち受けるものとは。日陰、壊れろ。本作には追加された衣装およびゲームモードのダウンロードコンテンツをあらかじめ収録。さらに任天堂スイッチ限定の衣装を無料で配信。ニーアオートマタジ・エンドオブ・ヨルハエディションは10月6日発売。本日より任天堂 e ショップで予約受付開始。